県情報チャンネルホットホット新潟。今回のテーマは冬道を守る道路除雪です。小宮さん、積雪が心配な季節になりましたが、道路の除雪はどのような基準で行うんですか？はい、県が管理する道路では積雪量が車道で10センチ、歩道で20センチを超えた場合に除雪車が出動します。除雪オペレーターは皆さんが不便なく生活できるよう早朝深夜を問わず作業に当たっています。朝除雪された道路で通勤通学ができるのは除雪オペレーターさんたちのおかげなんですね。はい、除雪作業をスムーズに進めるためにも次の注意点について皆さんのご協力をお願いします。県土木部のキャラクター米雪くんと除雪に関する注意点を確認しましょう。まず路上駐車をしないこと。除雪は深夜から早朝に行われることが多いため夜間は特に厳禁です。次に除雪車の周りには近づかないこと。除雪車の前後は運転手から見えづらく大変危険です。小さなお子さんへの目配りもお願いします。また屋根や家の敷地内の雪、除雪車が寄せた雪を道路に出さないでください。事故につながる恐れがあります。急な大雪で除雪が間に合わないこともありますよね。はい、外出前に道路情報や気象情報の確認をお願いします。車に乗る場合は冬用タイヤの装着やチェーンを忘れずにお願いします。また大雪の予報が出ている場合は外出しないことも選択肢に入れてください。雪道の情報確認は新潟国道事務所の雪道ポータルが便利です。気象情報、道路交通情報など各機関が提供する情報をまとめています。また県の防災局公式 X で気象と道路状況を投稿していますのでフォローしておくと安心です。冬道の安全のため皆さんのご理解ご協力をお願いします。